を通した健康づくりのボランティア活動をしている琴浦町食生活改善推進員です。今回は初夏から秋にかけて旬を迎えるこちらの白イカを使いイカ飯を作っていきます。イカは低カロリーですが、良質なタンパク質が多く含まれています。そして、この甘辛あく炊いた白イカ飯は、イカの旨味がギューッと染み込んでいます。もちもちのもち米がぎっしり詰まっていて、食べ応えがありますよ。それでは、いただきます。作ってみてください。